方向を答える問題と、これを混合を使わずに答える問題、これそれぞれ答えが違うよ。それぞれの答えはっていうと、ルート25っていうのはプラマイルート5っていうのが答え、こっちはプラマイルート11っていうのが答え、こっちは5っていうのが答えで、こっちは11っていうのが答えです。何が違うのって話なんだけど、答えるべきことが違うよね。平方根を答えるのと、混合を使わないで表し直すだけって問題なのよ。平方根って何なのって、ここの本質的な理解ができてないと絶対こっちできないんだけど、4って2の2乗でしょ。ここの部分を平方根っていうで、この4の数、これ平方数っていう風にするのね。この数の平方根を答えなさいって言われたら、2乗の形に表してここを答えろって言って、これが平方根を答える。混合を使わないで表すっていうのは、シンプルに形変えてねって話だ。で、このルート25っていうのは、ルート5の2乗でしょ？ TikTok ライブで言ってると思うけど、ルートと2乗はセットでポーンってなってると思うんだけど、ルートと2乗がセットになったら、その時点で外せるよってなってると思うんだね。だから、これっていうのは5だよねってなるじゃん。だから、これはルート25ってのは5だよ。これも一緒。ルートと2乗はセットでポーンなので、これは11だよ。あとは、プラマイつけるのも忘れないように。下はプラマイいらないの？いらない。だってこれはルート25そもそもプラスじゃん。プラスルート25って何なの？プラス5だよって話。でもこっちは平方根答えなさい。マイナス2でもそれを2乗したらプラスになるよ、ね。うん、だからマイナスが入ってくるよってだけ。なるほどね。